はい、こんにちは、勝俣博物館です。ということで今日はこちら、多分画面がスマホの画面が出てると思うんですが、今日はですね、こちらでアプモンのデータラボ、アプモンのお話をしたいと思います。でね、キャンペーンっていうのがありまして、ミッション、これがねすごいんですよ。まあ妖怪ウォッチと一緒で、このミッションバージョン 1.0 最強のドガチモンをゲットせよということで、4000名様限定かな、確かこれ。確かそんな感じだったと思います。キャンペーンに応募。これが、応募、詳細応募はこちらとあるんですけども、そうですね。当落発表はもうこの画面で確認できるみたいで、ドガチモンのウルトラゴッドレア、星9つ、一番上ですね。はい、のものが、もら、あ、5000名様。5000名様です。デジモンユニバースアプリモンスターズサイバーアリーナで読み込んで最強のドガチモンをアプリアライズしようということで、僕はね 3DS 持ってないしゲーム持ってないんですけども、これねちょっとやっていきたいんですが、あれ、ポイントが足りません。なんでだろう。アプモンチップ図鑑、アプモンチップ、これですね、図鑑がありまして、持ってるやつはこの赤くね光っておりまして、一枚。で、残り一枚。これなんだろう。ミッションに使えるアプモンチップの残り枚数。あ、なんだろう。いや、ちょっと今僕もね、初めてやるんで、ミッション。パワーチを貯めてチャレンジに応募。あ、パワーチを貯めないとダメなんだ。じゃあこのミッションにトライということで、これはバンダイナムコのアカウントを無料で登録してやりますね、アプモンデータラボ。ベース1、ベースになるアプモンをリストの中から選べ。あ、ここ、矢印、赤い矢印をタップすると、ベースのアップモンが選べますね。じゃあ、普通に考えてガッチモンで、アップリンクの相手は、まあ、ナビモンでいきますか。ナビモン。ナビモン。はい。出ましたね。で、下のボタンを押してアップリンク。はい。アップ合体。おー、ドガッチも。まあ普通にそうですよね。で、7500パワーもらって、プラスデータラボチケット1枚。あ、そういうことね。それで応募1回につき 3000PW 消費するということで、じゃあこれをね、じゃあずっとやってかなきゃダメってことですね。長いな、そう考えると。で、ミッショントップへ戻る。じゃあこれをミッションにトライ。20枚まで。貯めれるって今書いてありましたね。じゃあドカモンとあれですね、ペロリモンどこだ、ペロリモンがアップ合体できるので、アップ合体、おお、11000、強っ。ドースコモン強っ。はい、めっちゃ強いですね。一緒にトライで、今20枚中2枚ですね。これなんであれがいないんだろう、スコープモンが。ミュージモンってな、何とはアップ合体できるのかな。まあ、わかんないんで、とりあえず一番このスーパープレミアレアのね、ドガッチモンアップリンクします。5500? ああ、8820。結構いきましたね。すごい。3枚。データラボチケットバージョン 1.0 っていうのは、あ、3DS ソフトで読み取って便利なアイテムをゲット。あ、じゃあ僕には関係ないですね。ガッチモンと、このビンゴのガッチモン。ガッチモンとガッチモン行ってみようか。ガッチモンとガッチモン。2500。弱っ弱いなぁ。これは弱い。じゃあ、ハックモンとガッチモン。弱っ !3800。まあでも、さっきのね、ガッチモンと組み合わせるよりかはいいですね。では、ミュージモンとガッチモン。ガッチモンいっぱいあるからね。いっぱい出たから。2320。一番弱え。相性悪い。良くないっすね。では、ハックモンやったから、この次、ドカモンとガッチモン。えい。2350。弱いね。じゃあ、ハックモン強いってことかな?ハックモンとやった方がいいのかな?ハックモンと、じゃあ、コールも。えい。アプリンク。アプリンク!2620。
まあ、ここら辺はでも正直多分期待しない方がいいですよね。アップ合体した、あ先にアプリドライブでやってからここでやんないともったいないってことか。あっちで確認してやった方がいいってことね。うわー、そうか。だからミュージも、だから、まあ、ハックモンだったらメッセも、これまあ適当に今僕やっちゃってますけども、実際アプリドライブでやった方がいいね。ちょっと確認します。いや、ちょっとね、確認しますって言ったけどもね、相当ね、ちょっと長い時間かかってしまいそうなので、もう 42,810 あるってことは10回はね、応募できるので、とりあえず10回このキャンペーンに応募してみたいと思います。10月7日から、2016年12月26日まで応募できるよということなので、これに応募したいと思います。さあ、いきますよ。初、こういうの初、俺。いきます。商品に応募する。この先の画面で抽選結果が確定します。早いね。いきます。えい。あっけねー。あっけなー。あっけなさすぎるわ、これ。これあっけないね。こういう感じね。あっけねー。めちゃあんこあっけねえやん、これ。10回なんて一瞬だね、多分これ。はい。今ね、ちなみにやってる時間帯は、21時。じゃあ22時41分でございます。はい、じゃあミッションじゃない。夜の22時40分。これ当たったらまあ YouTuber 史上最速でしょうね。やってる人いないから。早い早い。もう3万ですよ。やっぱアップリンクできる、アップ合体できるやつ持ってるといいですね。これパワー値が高いんでね。いや、これ欲しいよ、ほんとに。全然あかんやん。全然あかんやん。しかも結構なんか長いね、これね。いきまーす。えい。惜しいよ、ウルトラゴッドレア。5000名ですからね。意外と当たりますよね、普通に。当たんないんかこれは当たってくれないとちょっと動画的にも困るぞ。外れ。外れ。外れ。これはもう早送りですな。当たる瞬間まで。さあ、ラスト1回でございます。眠たくなってきちゃったね、当たんなさすぎて。マジで当たんないね。さあ、ラスト。ここ。押します。えい。外れー。
全然あかんやん、これ。全然ゲットできんやん、これ。むずデータラボチケット、なんだろうね、これはね。ああ、まずいまずいQR が出てしまった。そういうことか。 QR が出てきて 3DS 読み込むといいよっていうことですね。いやー、これはちょっとなショックだ。なかなか難しいね。何とアップがあったりするかは本当にアプリドライブで確認して、先にこれをね、もうパワーウォッチをね、入力しておかないとダメですね。で、この動画を撮ると。勉強になりました。はい。アップモンチップ図鑑。で、先ほど多分使ったアップモンチップは、減ってますね。この2番目のプレミアムレアのドガチモンはもう残り1、0枚となっておりますね。そうか、そうか。星3のドガチモンなんてあるんですね。あ、食玩かな多分。星8のスコープもって何で手に入るんだろう。書いてないな。あるんですね、星8。ドスコモンは、あのね、普通にあれで手に入りますけど、あるんだね、スコープも、星8。ガッチもスペシャル多いな。はい、ということで今日はこちらのアプモンデータラボで応募してみたでございました。いやー、足んなかったねー。またね、やりたいと思います。あ、絶対当てたいと思いますんで、よろしくお願いします。アプモンはね、これからも動画的にやっていきたいし、僕もね、すごい好きなんでやっていきたいと思います。それでは、また明日。